マーリンズ7、4フィリーズ、日本時間28日、フィラデルフィア。フィリーズに緊急事態だ。27日、日本時間28日、日本拠地で行われたマーリンズ戦で、ブライス・ハーパー内野手とカイル・シュワーバー外野手が揃って負傷。好成績を残していた2選手だけに、離脱となれば首位を走るチームにとって大きな痛手となる。1番、 左翼で出場していたシュワーバーは、9回に代打を送られて途中交代。フィリーズの地元放送局、NBC スポーツフィラデルフィアのレポーターを務めるジョン・クラーク氏によると、股関節に張りを訴えたという。ここまで17本塁打はリーグ5位。同日に発表されたオールスター戦のファン投票では、ナ・リーグ指名打者部門でドジャース・大谷翔平投手に次いで2位となり、 二次投票に進むことが発表されていた。3点ビハインドの9回、ハーパーは2子走者なしから2ごろ放ち、1塁へ猛ダッシュ。しかし、駆け抜けた後に足を痛めたような素振りを見せた。左のハムストリングスを負傷したとみられる。クラーク氏は、苦悶の表情を浮かべながらハムストリングを抑えていた。終了直後、トレーナーと一緒にクラブハウスへ直行したと伝えた。 ハーパーは打率点303、20本塁打57打点の活躍を見せており、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の離脱もあって、MVP 争いでは大谷と一騎打ちの形となっていた。